次に大西健介君。はい、大西君。立憲民主党の大西健介です。私もちょっと法案の質問に入る前に2問だけですね、別の質問させていただきたいんですが、一つは先ほどの年金の話で、これ、柚木さんがかなり、詳細にやりましたんで、まあ、それに、まあ、さら問いという形でちょっと、一問聞きたいんですが、先ほど大臣の答弁でもですね、まあもし納付期間を延長すれば、単純計算で100万円ぐらい負担になるけれども、給付も年間10万円ぐらい増えるんだという話がありました。確かにその納付期間が伸びてもですね、給付が増えれば、まあ、それはある意味、まあ、プラスの部分もあるかもしれないということで、で特に年金基礎年金の部分については国庫負担が2分の1入ってますから、まあ、そこは必ずしも、もちろん分かりませんけれども、年金受給者がですね、一方的に損する話じゃないのかもしれないんですが、先ほど柚木さんが配られた資料、2019年の財政検証の時の追加試算の中にはですね、追加試算3として、例えば延長期間、60歳から64歳にかかる給付に国庫負担がなく、すべて保険料財源で賄う場合というのも入ってるんですね。そうなると、これはやっぱり単純にこう負担が重くなるんじゃないかと思うんですけども、まさにこの60歳から64歳については、国庫負担なしみたいなことも選択肢としてありうるんですか、いかがですか。武見厚生労働大臣。先ほどから議論になっているのは、5年前のこの検証の時の、オプションでござい、試算でございます。それで、この先日のこの社会保障審議会の年金部会でのご議論ということについては、次期年金制度改正に関する検討の参考とするために、この前回のこの2019年の制度改正の際と同様に、これから財政検証を行うための一定の前提を置いたオプション試算を行うということになります。で、したがってこの次期年金制度改正の内容については、現時点では何も決まっていないものでありますから、現状ではコメントができないということになります。大西健介君。さすがにその国庫負担は60歳から63歳ありませんというのは、これは本当に一方的に負担が増える話にもなりかねないという話なんで、そもそも私はそのオプションにも加えるべきじゃないというふうに思います。で、次に、ベニポ工事サプリの、健康問題、被害問題について一問お聞きをしたいんですが、このベニ工事サプリの機能性関与成分というのはですね、届出上はこのベニ工事ポリケチドということになってるんですね。で、ただこれは総証明であって、届出書類の中をこう見るとですね、米紅麹の LDL コレステロール酸性阻害作用は、モナコリン K の作用によるものというふうに説明書かれています。で、このモナコリン K というのはですね、別名ロバスタチンといって、WHO が医薬品成分として位置づけているんです。アメリカ、カナダ、オーストラリアなどでは医薬品として販売されています。藤田医科大学の永村名誉教授もですね、有効成分として入っている物質の本体は医薬品である、医薬品が医薬品名で届けたらだめなのに、医薬品を含む総証明なら機能性表示食品の場合、OK という事実に私は違和感があると、こういうふうに述べられています、これ、かなり私、問題じゃないかと、つまり医薬品成分が機能性表示食品として、これ、売られてるっていうことを、これは根本的な問題だと思うんですけども、まさに医薬品をと食品を所管している武見大臣、いかがお考えですか。武見厚生労働大臣。この事案にかかる製品、この米紅麹ポリケチドが機能性関与成分として含まれており、モナコリン系はそのうちの成分の一つであるということを承知しております。でこのモナコリン系は別名ロバスタチンとも呼ばれており、ロバスタチンは米国などでは医薬品として承認されていると承知しておりますけれども、我が国では医薬品としては承認されておりません。大西健介君。いや、まさにですね、このさっきも言いましたけど、このベニコージポリケチドっていうのはですね、総証明で、まあ、言ったらベニコージが作る化合物ぐらいの意味だそうなんですよ。で、実際にはロバスタチンなんですよ。ロバスタチンは他の国では医薬品なんです。医薬品がこうやって、医薬品としては我が国は未承認なのに、未承認の医薬品が機能性表示食品だったら売れちゃうって、これおかしくないですか、大臣。もう一度答えてください。武見厚生労働大臣。
これはですね、その医薬品として国内外で承認されている成分を含んでいるものであっても、この食品としての食経験というのがそれぞれの国の食文化の中にあって、それで食品と認識されているものは食品と医薬品との区分の基準に従って医薬品として規制はしていないと、こういうものと考えております。大西健介君。これ WHO もですね、これ医薬品として、位置づけているもので、先進国各国で医薬品になってるんですから、それが医薬品では未承認なのに機能性表示食品では OK になるっていうのは、これ本当やっぱおかしいと思いますよ。制度の根本的な欠陥というふうに思いますので、まあ、今後制度抜本的見直し我々は求めてますけども、しっかりそこは見直していただきたいと思います。で、それではちょっと法案の質疑に移りますけども、まず、訪問介護緊急支援法案の提出者に伺いたいと思います。訪問介護の基本報酬の減額で最も影響を受けるのは、小規模の事業者です。まあ、すぐにでも対応しないと、地方で訪問介護サービスを担う小規模事業者がバタバタと倒れてしまったら、多くの人が介護サービスを受けられなくなってしまうんではないかという、もう強い危機感があります。これは我々の仲間の地方議員なんかからもですね、多く寄せられています。で、本法案では、訪問介護事業者、支援金の支給のための財政上の措置を政府に求めるほか、3年後の時期改定を待たずに、できる限り早い時期に訪問介護にかかる報酬改定等の措置を講ずるものとしています。そして、当該改定にあたっては、事業規模ごとの訪問介護事業者の収支の状況及び、地域の実情について政府は配慮しなければならないと規定していますけれども、そのような規定を設けた理由について提出者に伺います。委員長。山野井和則君。ご質問ありがとうございます。この訪問介護の基本報酬の引き下げというものに関しては、与野党本当に危機感は共通していると思いますので、ぜひ超党派で取り組みたいというふうに思っております。今回のご質問にあたりましては、これは訪問介護事業の収益の見込みが低下し、訪問介護事業の将来性に期待できず、事業の縮小、撤退、新規参入の見合わせなどがすでに発生しており、訪問介護事業の経営に深刻な影響が及んでいることを踏まえ、早急な対策が必要であると考えております。その上で、ご指摘の訪問介護事業者の事業規模ごとの収支の状況について配慮規定を設けたことについてでありますけれど、事業規模によって介護事業者の収支差率に大きな差があるということから、事業規模に配慮して行うべきだと考えたためです。またもう一点、地域の事情についての配慮規定については、訪問介護の利用者の居宅が広範囲に点在し、移動に時間がかかる地域がある一方、居宅が近在して効率よく訪問できる地域もあり、このような地域差があることにより、交通費などの経費や業務効率に差が生じることも考えられることから、地域ごとの特性に配慮すべきであると考えたためであります。まあ、今回のこのホームヘルパーの基本報酬の引き下げというのは、まあ歴史的な大失策になりかねません。将来的に日本で訪問介護が受けられない、あるいは在宅介護が崩壊した、まさに今法案の介護休業が終わっても在宅介護ができないというふうなことになったときには、私たちは与党も野党も責任を取らねばなりませんので、まあ修正することも含めてぜひ与野党を協力して成立させていただきたいと思っております。大西健介君。私もやっぱり3年後の時期改定を待ってられないと、本当にそれまでに介護サービスがもう できなくなっちゃったら、これ本当にまさに歴史的な失策になってしまうというふうに思います。で、次にですね、介護障害福祉従業者処遇改善法案の提出者に伺いたいと思いますけれども、私の地元愛知県の西三河地域、自動車産業が集積をしていてですね、非常に高い時給で機関従業員等を募集をします。で、今年もですね、トヨタ自動車はじめ自動車関連大手では春闘でも、高い賃上げが実現しており、介護や障害福祉で働く方々と製造業で働く方の賃金格差がですね、今までより以上に開いているような、まあ、そんな状況であります。そうした中でですね、介護障害福祉の業界では他業種との賃金格差により人材が流出するという問題に直面をしています。今回このタイミングで介護障害福祉従事者処遇改善法案を提出することは、私は時期にかなっていると思いますけれども、法案の再提出に至った理由、背景について、提出者に改めてお聞きをしたいと思います。山野井和則君。
介護障害福祉従事者の賃金については大西委員ご指摘のように他産業の賃金と比較してまだかなり低い水準にあり、統計によっては月8万円低いとか月6万円低いとか非常に深刻な事態となっております。同時に今回の春闘でも他業種の賃上げ率は高い水準となっており、格差は拡大しております。このような状況であればますます介護障害福祉の現場から人が離職していくということで人手不足が加速してしまうことになりかねます。我が党としては政府の処遇改善に加えてすべての介護障害福祉事業所の職員に1人当たり月額平均1万円の賃金を引き上げる措置を講ずる内容の法案を令和4年に提出しましたけれど、しかしますます深刻な事態になっていることから、今回近年の他業種における高い水準での賃上げの流れもあることから、月額1万円の賃上げに加えてですね、他業種の従事者との給与格差を少しでも埋める対策が急務となって今回の法案提出になりました。2008年にもこの法案を当時の民主党は提出をしたわけですけれど、その際には与野党合意で委員長提案でここにありますけれど、介護従事者処遇改善法案というのを与野党合意して委員長提案で提出して、それが翌年の介護職員の処遇加算につながったという実績もありますので、与野党対決ではなく協力してぜひ今回も前向きな結論が得られたらと願っております。大西健介君。はい、ぜひ、与党の皆さんにもご協力をお願いしたいと思います。議員立法提出者への質問は以上ですので、離席をしていただいても結構でございます。続けて政府案について質問しますけれども、配布資料の1ページ目をご覧をいただきたいと思うんですが、これクルミ認定を取っている企業が取得を継続したいかどうかということを聞かれたアンケートですけれども、今後も認定取得を継続したいかということについて、したいと思わないというのがですね、11.3%、まあ、1割以上いるということです。で、次のページを見ていただくと、じゃあ、このクルミン認定の課題は何なんだということですけれども、認定の具体的なメリットを増やしてほしい、51.5%、クルミンの社会的認知度を高めてほしい、51.5%。認定手続きの負担軽減を図ってほしい、54.4%、まあ、この3つが非常に多くなっているんですけれども、そこで例えば学生のクルミンマークの認知度、これがどの程度あるのか、これについてお聞きをしたいと思います。また認知度を高める努力として何をしているのかについても併せてお答えいただきたいと思います。参考人からで結構です。堀井雇用環境均等局長。お答えいたします。まずクルミン認定制度につきましては、企業が次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定届出を行い、その行動計画に定めた目的を達成するなどの一定の要件を満たした場合に子育てサポート企業として認定をするものでございます。令和5年9月末時点でクルミン認定企業数は4313社で、着実に数を増やしてきております。また若い世代に関するご質問がありましたが、若い世代を中心として男女ともに育児休業制度をはじめとした仕事と育児の両立支援制度の関心が高い傾向にあります。これは私ども厚生労働省ということで具体的に調査をしたものではないんですが、例えば民間企業などで関連の調査をしたもので、企業選びの際にその若い方がクルミンやプラチナクルミンを知っているかどうかという調査をしたものを見たことがございます。それでしたら多分6割7割ぐらいがその調査では知っているというふうに答えたというふうな状況だったというふうに記憶しています。いずれにしましてもこういった形で若い世代の方々関心が高くございますので、クルミ認定企業は企業の、まあ、選択を学生がするときにも意識をされているものというふうに認識をしているところでございます。そして実際に企業にお伺いをしますと、学生や求職者に対するイメージアップ、時間外労働の削減が進んだ、年次有給休暇取得率が上昇した、出産育児を理由とした退職者が減少した、こういったことをメリットとして挙げているところが多くございます。厚生労働省といたしましては、クルミンを、まあ、広めていくためにホームページの両立支援広場での好事例の展開や、各都道府県の次世代育成支援対策推進センターの推進員、こういった方々による周知啓発を行うことなどによりまして、引き続き事業主求職者双方への周知に取り組んでまいりたいと存じます。大西健介君。私が言ったのは、ね、取ってる人を企業の1割が継続したくないって言ってて、でその課題の中で
その認知度を高めてほしいって言ってるんですから、だからじゃあ認知度どれぐらいあるのかぐらいちゃんと厚労省で調べて、そして認知度を高める方策ももっと具体的に考えた方がいいんじゃないですか。それで認知度が高まらないとメリットも出ないわけですよ。ですからそこは今のご答弁では全然不十分じゃないかなと思います。で次にですね、育児休業の取得状況の公表義務について、これ先ほど柚木委員が質問の最後で言われるだけ要望として言われましたけど、私も同じことを考えていて、取得率のみを公表してもですね、仮に数日でも取得すればこれ取得率に反映されてしまうので、企業が育休取得を促進することを示す指標としては不十分じゃないかと思いますけれども、この点いかがでしょうか。堀雇用環境均等局長。答弁簡潔にしてください。お尋ねの期間の設定に関してでございますが、育児休業は男女問わず労働者が希望する期間で取得できる労働者の権利でございます。したがって取得期間の公表を義務付けるということなどはしていないところでございます。一方で今回の改正でも次世代育成支援対策推進法の枠組みの中で、男性の育児休業取得期間に関する適切な目標が設定されることが望ましい旨を示す、あるいはその認定基準、クルミの認定基準でそのような取得期間の延伸を促進をするということをしております。引き続き男女が希望する期間の育児休業を取得できるように進めてまいりたいと思います。大西健介君。はい、先ほど柚木さんもおっしゃってましたけども、私もやっぱり取得率だけでは不十分だと思います。で次にですね、3歳以上の就学前の子を養育する労働者に2以上の措置を選択して講じて一つを選択できるようにすることとしていますけども、労働者が望む措置がその選択肢の中に含まれてない可能性もあるというふうに思います。事業主が措置を選択する際には労働者のニーズ把握として過半数労働組合、その労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者からの意見聴取が義務付けられていますけれども、それで実効性あるニーズ把握が可能かどうか、このことについてお伺いしたいと思います。堀雇用環境均等局長。大西委員ご指摘のように、今回の措置につきましては、子どもを育てる労働者のニーズのみならず、制度利用者がいる職場の体制等にも関係をするものでございますので、労働者の代表者として過半数組合、事業所に過半数組合がないときは、その労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならないということにしています。これと合わせまして、育児当事者等からの意見聴取や労働者のアンケート調査の活用も並行して行うことも、きめ細やかなニーズ把握に資するというふうに考えられることから、望ましい措置として指針で示すということを考えております。大西健介君。そうですね、指針とかでそういうきめ細やかなことを、示していただきたいと思います。でちなみにですね、この、過半数代表、今も過半数組合がない場合には過半数代表にその意見聴取ということですけれども、この過半数代表というのは労使協定の締結を通じた法定基準の解除など、まあ、重要な役割が与えられていて、近年過半数代表者が関与する制度というのが増加してきていますけれども、現在労働関係法規の中で過半数代表者が関与する仕組みがどれぐらいの数あるのか、まあ、概数でいいので教えてください。鈴木労働基準局長。ご質問の点につきましては、厚生労働省で昨年から今年の1月から開催しております労働基準関係法制研究会の資料として、事業上の労働者の過半数代表が関与する制度をお示ししておりまして、これによりますと、労働基準法等関係法令も含めまして、その数は57件となってございます。大西健介君。まあ、今、57件という話がありましたけれども、まあ、労働組合の組織率がだんだん低下してきている中で、過半数労働組合が存在しない事業所というのが増えてきてます。で、労働者代表は特に中小企業と規模の小さな会社においてはですね、多くのケースで使用者が指名をするとか、親睦会の代表者が自動的に過半数代表になるというような方法で選出されているという実態があって、これで従業員の意思が適正に反映されているかというと疑問があります。で職場における労働者代表は第一義的にはこれは労働組合だと思いますけども、ただそれがない場合には労働者代表制のこれをちゃんと法整備できちんと位置づけていく必要が私はあるんじゃないか。もうさっきも言った57もこの仕組みは入ってるわけですから、まあ、そのことについて大臣いかがお考えか。武見厚生労働大臣。
ご指摘のような労働者代表制を整備する場合、例えば労働者代表に労働組合の持つ権限をどこまで担わせるかといった既存の労働組合制度との関係などについては、これは相当慎重な検討が必要だと思います。それから厚生労働省としては働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の見直し規定を踏まえまして、設置した労働基準関係法制研究会におきまして、過半数代表者による労使コミュニケーションの課題も含めて検討を行うこととともに、不適切な過半数代表者の選出が認められた場合には、これを正しく指導してまいりたいと、こう考えております。大西健介君。今まあ大臣の答弁にあったようにですね、これ労働組合にとったら自分たちの権限を奪われる話なんですよ。ただ連合さんは実はこれ労働者代表制の法案をね、もうすでに準備しておられるんですよ。ですから連合が準備してるぐらいなんだから、政府も真剣に私は考える時が来てるんじゃないのかなというふうに思います。で、次に仕事と育児の両立支援を推進する上での障壁課題で最も多いのは、大体、次のページですね、資料の3ページ目、で、代替要員の確保が難しく、管理職や周囲の従業員の業務量が増えた 46.7%、子育ての中の、子育て中の従業員とそうでない従業員との間で不公平感が上がる 26.9% というのが多くなっています。つまり日本の企業の和を重んじる文化の中ではですね、職場の仲間に迷惑かけるっていう、こういう意識がある限り、いくらこう制度を入れても利用がなかなか進まないんじゃないかと思いますけれども、この点大臣どうしていったらいいとお思いになりますでしょうか。武見厚生労働大臣。この例えば男性育児休業を取得しない理由として、職場が育児休業を取りづらい雰囲気であることや業務の都合により取れないことなどが挙げられておりまして、この周囲に気兼ねなく制度利用の促進を図るためには、育児休業や短時間勤務中の業務を代替する体制整備への支援が非常に重要な課題であるというふうに認識はしております。で、このため令和6年1月から両立支援等助成金に育休中等業務代替支援コースを新設をいたしまして、育児休業中の労働者の業務を代替する周囲の労働者に対して事業主が手当を支給する場合などの助成措置を大幅に強化をいたしました。また労務管理の専門家から個別の相談支援などを無料で受けられる事業も実施しているところでございます。この労働者が希望通りに制度を利用し、男女ともに仕事と育児を両立しやすい職場づくりに向けて、企業や周囲の労働者の支援にしっかりと取り組んでまいりたいと思います。大西健介君。まさに代替要員の確保、まあ、今ね、いろんな支援措置をやっておられるということでしたけど、これは、まあ、簡単に言いますけど、まあ、大手なところなら、ね、人もたくさんいるのでできるでしょうけども、本当に小さいところになればなるほど、まあ、代替要員の確保といっても、これはなかなか難しい。そもそも代替要員どころかですね、人も取れないと、今人手不足の中で人も取れないみたいな中でですね、代替要員の確保なんていうことは口で言うのは簡単ですけど、そんな簡単じゃない。あるいは、民間に言ってるけれども、例えば公共の場で、小学校の先生がですね、産休育休取ったらですね、担任がいないみたいなのが今全国で起こってるわけですよ。ですから、まあ言うはやすしですけども、本当にそれはやっぱり現場の人たちはそんな簡単じゃないよと、簡単に言わないでくれというのが、私はその現場の人たちの雰囲気じゃないかと思いますので、そこは言う以上はしっかり支援をしていただきたいと、こんなふうに思っています。それから残業免除の対象範囲を、小学校就学前の子まで拡大して、小1の壁と呼ばれる学童は、拡大してもですね、拡大しても、小1の壁と呼ばれる学童保育の待機児童問題が解決されないと、短時間勤務からフルタイムに戻ることはなかなかできないんじゃないかと。で、政府は、23年度までに待機児童解消する目標を立ててましたけれども、達成はできていません。こども家庭庁は、学童保育の待機児童解消をいつまでに達成するつもりなのか、お聞きをしたいと思います。黒瀬長官官房審議官。お答え申し上げます。
放課後児童クラブについてでございますが、平成30年の9月に策定をしました新放課後子ども総合プランに基づきまして、昨年の末までに約150万人分の受け皿整備の目標等を定めて取り組みを進めてきたところですが、令和5年5月1日現在で放課後児童クラブを利用している児童数は約146万人、待機児童数は約 1.6 万人となっておりまして、放課後児童クラブのさらなる受け皿整備は喫緊の課題というふうに認識をしてございます。こうした状況を踏まえまして、昨年12月に閣議決定をいたしました子ども未来戦略において約150万人分の受け皿確保を加速化プランの期間中のできるだけ早期に達成できるように取り組むこととしておりまして、この目標達成に向けて放課後児童対策の一層の強化を図るために、子ども家庭庁と文科省と連携をしまして、予算運用等の両面から集中的に取り組む対策として昨年12月に放課後児童対策パッケージを取りまとめておりまして、それにおいては受け皿確保のために場の確保、人材の確保、適切な利用調整を推し進めることとしておりまして、引き続き自治体とも連携をして本パッケージの内容を着実に進めて早期の待機児童解消を目指してまいりたいというふうに考えてございます。大西健介君。ちなみにじゃあ先ほど、23年度までに本来は達成する予定だったんですけれども、達成できなかった 1.6 万人の待機児童がなお残っている、この達成できなかった理由は、子ども家庭庁、どういうところに理由があると考えていますか。黒瀬長官官房審議官。お答え申し上げます。先ほど少し申し上げましたけれども、文科省ともいろいろと議論をさせていただいて連携をしてやっていくという、それがパッケージでございますけれども、先ほど申し上げたように場の確保、これは例えばその施設が確保できないといったこともございます。また人材の確保については、人が足りないわけですが、処遇改善の問題ですとかさまざまな問題がございます。また適切な利用調整といったこともやっていく必要があると考えておりまして、それがまだまだ改善の余地があるのではないかというふうに考えておりますので、こういった場の確保、人材の確保、適切な利用調整といったところを柱に取り組んでいくこととしているところでございます。大西健介君。今の答弁の中でも触れていただきましたけれども、学童保育の指導員の多くはですね、これ非正規で1年契約などの非常に不安定な雇用で低賃金になっています。先ほど我々は介護、障害福祉で働く人たちの給与を上げてくれという話をしましたけれども、この学童保育の待機児童を解消するためには、人材確保がこれ、不可欠であって、そのためには指導員の処遇改善、これが、避けて通れないと思いますけれども、この点について、子ども家庭庁、指導員の処遇改善、どのように図るつもりか、お答えいただきたいと思います。黒瀬長官官房審議官。お答え申し上げます。放課後児童クラブ職員の処遇改善事業につきましては、3つの切り口で取り組んでおりますけれども、1つは6時半、夕方の18時半を超えて解消する事業所に対するもの、それから勤続年数や研修実績等に応じたもの、それから賃上げ効果が継続される取り組みを行うことを前提として、収入を 3% 程度引き上げるもの、ためのものと。言ったようなことを継続して行っているところでございます。また加えて人材確保や支援の質の向上を図る観点から、昨年12月に閣議決定をしました子ども未来戦略を踏まえて、令和6年度予算においては常勤職員を2名以上配置した場合には運営費の補助基準額の引き上げを実施したところでございます。こうした取り組みを通じまして、引き続き処遇改善を進めてまいりたいというふうに考えてございます。大西健介君。ぜひこの指導員の処遇改善、真剣に取り組んでいただきたいと思います。そうでないと、さっきも言いましたけれども、短時間勤務から今度フルタイムに、戻りたいと思っていますね。待機児童になっていて、学童保育に預けることができないということになってしまいますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。それから看護休暇について、先ほど西村委員からはですね、対象年齢小学校3年生までじゃなくてもっともっと引き上げるべきだとかですね、あるいは5日間では足りないんじゃないかという話がありましたけれども、これ看護休暇の対象年齢は3年生まで引き上げますけれども、残業免除の対象は今回就学前の子にとどめています。これは私は揃えたらいいんじゃないのかなと思いますけれども、これはどうしてなんでしょうか。堀井雇用環境均等局長。
まずこの看護等休暇の対象年齢につきましては、10歳以降の子と9歳までの子が診療を受けた日数の状況や、子育て中以外の労働者との公平感、納得感が課題であること等を勘案しまして、現行制度において小学校就学前までの子を対象としているところ、小学校3年生終了まで対象を拡大をするということを本法案の中でしております。一方、所定外労働の制限、残業免除につきましては、育児介護休業法が企業規模にかかわらず、すべての事業主に適用される基準であることや、制度の利用状況が女性に偏っている現状に鑑みると、制度の利用期間を小学校就学以降にまで延長すると、女性のみの利用が拡大をして、女性のキャリア形成に影響する恐れがあることなどを勘案しまして、現行の3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前までの子としたところでございます。大西健介君。ここも全部なんか関わってると思うんですね。例えばその学童も6年生まで預かる地域も増えている中で、まだ3年生までというところもありますし、それから学童の待機児童があると残業ができないみたいなね、全部関わっている話ですから、だから私はこれが食い違っているのはどうなのかなというふうに思います。そういうそのいろんな他の制度とのこの兼ね合いの中でですね、考えていただきたいなというふうに思ってます。次にですね、NPO 法人隣の介護というのがあるんですけど、このそこの川内代表理事はですね、このように言っておられます。基本的に家族を介護する方はテレワークをしないようにアドバイスしていると、まあ、今回介護をしている人にこのテレワークという選択肢をですね、作っているわけですけども、でも専門家の人はテレワークはやめた方がいいですよと言っていると。でなぜかというとですね、子どもが丁寧なケアをするほど親は介護の外部サービスを拒否するようになると、まあ、それは自分の子どもに見てもらった方がね、気が楽ですから、いや お母さん外のサービス行ってよと言ったって、子どもがテレワークで見てくれるんだったら嫌だっていう、こういうふうになっちゃうと。でそうなると今度お互いにストレスがたまって、結局は家族関係が壊れてしまうんだと。それからまた子育ての場合はですね、これ成長によって子どもができることがどんどん増えていく喜びというのがあるんだけれども、間近に自分の親ができないことが増えていくのを見るのは、これ非常にその心が痛むというかメンタルがそがれる。 ですからこれはあんまりその自分で親を見ようというんじゃなくて、外部サービスに頼った方がいいんだと。それをこうテレワークやっちゃうと結局は自分で見るということになっちゃうわけですから、そういうことでこの現場を知っている人の声として、この私は基本的には介護を家族を介護する人にはテレワークはしないようにアドバイスしているというのは、これ傾聴に値するご意見だと思いますけれども、大臣いかがでしょうか。武見厚生労働大臣。テレワークをしながら労働者が恒常的に自ら介護を行うということは、要介護者の方が家族である労働者本人に依存することを助長する恐れもあって、かえって仕事と介護の両立が困難となる場合もあるという指摘、委員からございました。一方でこの労働政策審議会において介護機のテレワークの活用については、通勤時間の削減や遠隔地に住む家族の家などから業務を行うことが可能となることで、フルタイムで働く日を増やすことも可能となるという効果の方も期待されるという指摘もございます。でこうしたことを踏まえまして、今回の法案においては介護機のテレワークについては、現行の選択的措置義務の選択肢に追加するのではなくて、事業主の努力義務というものにとどめる形を取っているということをご理解いただければと思います。大西健介君。私は本当にこれは現場を知っている人の声としてですね、傾聴に値するというふうに思いますので、ぜひよく考えていただきたいなというふうに思います。それから、まあ、選択肢としてね、まあ、テレワークっていうのを入れるっていうのは分かるんですけども、なんかテレワークを入れたら、まあ、なんとかなるみたいなのはちょっとどうなのかなと。これ配布資料の最後につけましたけども、テレワークの地域別の実施率見ると、東京23区でいうと 51.6%、まあ、これは当然高いですわね。でも地方圏だと 23.1%、半分以下ですよ。だからこれ、地域によってかなり格差があるんじゃないかと。そして、当然ですけども、テレワークできる業種、業態、それから同じ会社であってもテレワークできる部署と
とそうじゃない部署というのがあります。私の地元、さっきも言ったように製造業の地域ですから、ラインがね、自動車の部品のラインが動いているのに、ラインはテレワークできませんから、実際そこで物を作らなきゃいけないわけですから。ですから、まあ、まさにその部署、業種、業態によっても開きがあると。そうした中で、この両立支援の施策として、テレワークが入れば、もうなんとかなるんだみたいな、このテレワークに過度に期待するのは危険じゃないかと思いますけれども、大臣、いかがでしょう。武見厚生労働大臣。この委員の資料を見ましても、実際にこの東京23区などでテレワークの実施率が高いのと比較して、他の地域においては低いという傾向が確かに明確にございます。で、育児期や介護期のテレワークを活用して通勤時間が削減されることなどによってフルタイムで残業をしない働き方などへのニーズの対応が可能となるというベネフィットはあるだろうというふうには思います。で、一方でご指摘の通りテレワークの実施が困難な業種職種があるということも勘案して改正法案の中では一律の措置義務とはしないで努力義務とするというふうにさせていただいております。で、政府においては都市部および地方部のテレワークの導入率に関する目標設定を行いその導入促進を図っているほか厚生労働省においても適正な労務管理の下でテレワークの導入定着促進を図るためにまずテレワーク相談センターにおける相談支援それからテレワーク総合ポータルサイトによる情報の提供さらにテレワークを導入する中小企業への助成などを実施しているところでございます。引き続き関係省庁とも連携をしながら職場の状況に応じてこのテレワークの活用が促進されるよう丁寧な周知やそれから支援に取り組んでいきたいと思います。大西健介君。まあ、そうですよね。テレワークがだからなんかすごいテレワークがバラ色じゃないと私は思うんですよ。だからテレワークになったことによって余計なんか時間管理がいい加減になってとかですね、不規則になって体調悪くなったみたいな話もですねコロナの時は聞きましたんでそこは適正な管理をしていただきたいと思います。少しだけ時間が余ったんでさっき あのモナコリン K の話これ医師である吉田委員もねさっき本当に言っておられますよ。これ本当私もおかしいと思うんですよね。さっきのやつにもう一つ追加してですね言いますと例えばですねこの医薬品のロバスタチンは海外での処方量が1日10ミリグラムであるのに対して小林製薬がほぼ同じ効果を自認するベニコージポリケチドの摂取量を1日 2ミリグラムとして販売していた、していました。で、医薬品に近い効果を示す量を含むものを食品として売っていたところに悪質さを感じざるを得ないと根本的に安全性の概念が分かってないってこういうご指摘あるんですよ。で、これまあ2ミリグラムと言ってるけどもその薬だったらですね1日いくつ飲んでくださいとかこう適切に医師の指導入りますけどもこれ食品であるからもう消費者にそこも任されちゃうわけですよ。だから2ミリでもそれたくさん飲んだら10ミリになっちゃうかもしれない。それからもう一つ言うとこれ先ほども言いましたけども紅麹菌は1970年代から医薬品としての研究背景があると。で、ロバスタチンの医薬品としての販売を認めている米国の FDA は2021年度にロバスタチンを含む紅麹サプリメントについて消費者に購入しないように注意喚起していましたと。ですからもうすでに他の国ではこういう事例があるんですよね。だから特に他の薬や治療を受けている人たちには深刻な副作用をもたらす恐れがあると。まあ、医薬品であればまさにそういう他の薬との飲み合わせとかですね飲む量とかそういうものも指導されるわけですよ。でもまさに海外で医薬品として扱われているロバスタチンが モナコリン K としてですね、まさにコレステロールを下げる機能性表示食品として日本では全くですね企業に任せて消費者に任せて、こういうふうに飲めてしまうとやっぱりすごく深刻な問題じゃないかと私は思うんですけど改めて大臣はどう思われますでしょうか。武見厚生労働大臣。この委員ご承知の食品衛生法、この第8条に基づいて、実際に厚生労働省告知第119号で指定成分などに指定されているのは、
4成分あるということで、こうした対応は厚生労働省として、一定の成分に関しては特定化して、その対応を整えているところであります。またこれらの成分についてさまざまに食料として、普段使われているものもたくさんございます。例えばタコなんかに入っているようです、タリンですかね、タウリン、ああいうのは需要競争剤にも使われているんじゃないでしょうか。で、実際にそういうその成分の設定の仕方についてですね、改めて今回の紅麹の案件もありましたから、やはりきちんとこれを整理をして、検討していくことは私は必要だと思っております。大西健介君。まさに、医薬品と食品の間にですね、我々何とも申し上げてますけれども、有効成分を濃縮して、そして錠剤のような形で、摂取するわけですよ、こうね、日々。これはやっぱり同じ一般の食品と同じような規制でいいのかという、やっぱりそういうことも含めてですね、ぜひ抜本的な検討していただきたいということをお願いして質問を終わります。